それでいいから。水戸市立第一中学校2年、箱崎あかり。突然ですが、私は剣道がだいぶ下手だという自覚があります。いつも相手に点を取られてばかりで、なかなか自分で一本を決められません。いくら丁寧に教えてもらっても思うようにできません。だんだん力が入らなくなっていく腕や足、上がっていく息、全身から吹き出す汗、稽古も本当に辛いです。それでも剣道部に入ってよかったと思っています。そう思えるようになるまで、私の心はいろいろな体験を通して強く揺さぶられてきました。入部したきっかけは、剣道という全く知らないことを体験してみたいという単純な興味からでした。幼少期から運動神経が悪く、運動することをずっと避けてきた私、初めの頃は全然うまくいきませんでした。しかし、せめても気合は一番に出すことを意識したり、家で少し練習をしたりするなど、自分にできることをしました。その努力を認めてもらえたのか、新人戦では団体戦メンバーに選ばれました。ですが、初めての大きな大会で場外に出てしまうなどの反則を取られて負けてしまったのです。私は悔しさと、懸命に指導してくださった先生や外部講師の方、一緒に戦った仲間への申し訳なさでいっぱいになりました。気づけば生まれて初めての悔し涙を流していました。その経験を糧にと、忙しい日々の中でしたが、さらに個人で努力をしました。まず辛い練習に耐えたいと思い、ランニングを始めました。滑りの本数も増やしました。また場外に出されないだけの体幹を作ろうとトレーニングを取り入れました。その矢先行われたのが部内順位決定戦でした。決定戦では下から2番目の順位になってしまいました。判定制度のない試合で、延長戦で必ず負けてしまうのでした。その制度はなかなか一本が決まらなかった時の私の唯一の武器である気合も評価されます。思い返せば、それまで判定制度により勝利ばかりだったのです。私には実力がないという事実は劣等感となって重くのしかかってきました。何一つ受け入れられないまま、最下位だった子にも抜かされてしまいました。努力はそう簡単には報われない。実は当たり前のことをその時初めて痛感しました。練習を全力でできない自分が嫌になり、自主練習も惰性で続ける日々、辛かったです。それでも部活終わりの仲間との時間、運動後の爽快感は好きでした。先生や外部講師の方は、不器用でなかなか上達しない私に根気強く丁寧に指導してくださいました。そして何より顧問の先生が産休に入る前にくれた、大丈夫、前向きにね、頑張って、という言葉、私の目をまっすぐに見つめてはっきり言ってくださいました。その瞬間、私の中で決意が生まれました。自分の弱さを受け入れよう。ダメでもともとだ。辛くてもいい。それでいい。それで大丈夫だから、引退まで前を向いて少しずつ前に進もう。そしてあと2年間で、強く支えてくれる仲間、先生や講師の方に精一杯の感謝を伝えよう。少し情けないけれど、とても大切なものに思える決意です。このようにこの1年間、剣道部でたくさんの初めての体験をし、たくさんの大切なことを知りました。そしてごくたまに自ら一本を取ることができます。また入学当初、全く運動ができませんでしたが、今年のシャトルランの記録は76回で、10点満点中9点でした。努力はそう簡単には報われないけれど、その分ほんの一瞬だけでも報われた時の喜びはとんでもなく大きいものだということも知りました。これからも自分の弱さと向き合いながら、
自分にいろいろなことを教えてくれる仲間や先生方への感謝の気持ちを大切にして、少しずつ前に進みたいです。そして私なりの最高の引退を目指します。